4321。はい、こんばんは。9月の8日木曜日ということでね、どうも明日は十五夜とかっていうことらしいです。十五夜らしいです。満月ですね。満月漢字を忘れてしまうというね。一応英検じゃねえや、漢検準2級なんですけどね、満という字も書けなくなっているという、満月というね、パソコンばっかりやってるんでね、字を書かなくなるという。で、明日は満月の十五夜ということでね、まあ天気になるといいですね。ちびっ子たちもまあ一つのイベントとして楽しみにしてる部分もあるのかななんていうふうにも思います。はい、防災無線が入りました。ではその間いただいてみますかね。気になるんですよね、この防災無線が何話してんのかなって。あ、はい、爽やか健康センターからのお知らせなんで、まあ、トップでそれが来るとその後はね、特には私にとっては重要なねお話はないのかなっていう感じです。ではいただきます。乾杯。あ、ないですね。今日は、雨曇りだったんでそんなに暑い感じはしなかったんでね、まあ冷たいビールの時期も終わりなのかななんていうふうにも思ったりしました。あ、そうだ、もうここに、おつまみを用意してしまったんですけども、食べちゃいけないんですね。くちゃらはやめれということでコメントいただいたんで、はい、まあ確かにそうだなって思うところもあるんで、やめておきます。で、昨日のライブで話した宗教についてなんだけども、まああんまり、深掘りして話すとですね、またいろいろね、問題があるかもしれないんで、私が思った、まあ今までの人生経験で思ったですね、ことですね、宗教っていうのは二択がキーワードだっていうことじゃないかなと思うんですよね。で、そもそも生まれてくるときはですね、生まれてくるときがですね、生まれてくるか来ないかで二択のうち、ボーンで生まれてくる方、まあ自分の意思で選んだわけじゃないけども結果として生まれてくる方が選択されて人は生まれてきてですね、で、まあ大ってこう書くのかな、まああんまり死という言葉は使いたくないんでね、大というふうに書いておきますけど、ここまでの間が、リブです。ライブいいんだな、多分リブこれでいいと思うんだけど、リブオアですと、そういうことですね。で、まあこれはもう避けようのない事実なんで、仕方がないと。じゃあその間ですね、このどうするかっていうと、まあリブオアですということで、二択ということになろうかと。これがおそらくですね、これの最終的な結論なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ私もいろんな職場なりでいろんな人とですね、まあ、お酒飲んで話したりとかですね、まあ、仕事上で関わったりとかして、で、なんだろうな、やっぱり人の集まりがあると集団があるとその中に、宗教的なね、考え方というか教えをですね、まあ
心の中か、まあ、積極的に活動してるかは分かんないですけどね、そういうものを持っていらっしゃって、お仕事されてるという。で、仕事から離れると、まあ、自分の家族なりこちらの方に自分がいるという感じですかね。まあ人はいろいろ仕事以外にやることがあるんだけども、まあ、そのやることの中の一つに宗教が大きな割合を占めてるっていう方が、まあ、結構いらっしゃるかと思うんですよね。それで、いろんな職場でですね、複数聞かれたのが、この二択ということで、私とこう話してて、いや人生っていうのはね二択の連続なんですよみたいな話をするわけですよね。そうするとですね、私なんでそんなことを言うのだろうということで、あとどこ行ってもそういうことを言う、それに近いことを言う人がいたりするんで、なんでだろうなと思ったら、やっぱりこういうことなんですかね。で、まあどんな宗教であれ結局この二択っていうところに行き着いてですね、まあたまたま私がいろいろ話した相手、複数の相手の方の一部からですね、この二択というキーワードを聞かされた記憶があります。なのでまあ結局はこのここですよね、リブかデスかということで、そこから始まってですね、じゃあ今をどう生きるかみたいな、そんな感じですかね。なのでやっぱりこの二択をね、常日頃言ってらっしゃるような方はですね、見ててやっぱり生き方というかね、振る舞い方が違うなっていう感じがしますよね。私みたいに行き当たりばったりでですね、先のことあんまり考えないでみたいな、まあ考えないけど、一人前に不安になったりとかですねするわけなんだけども、あんまりそういう俗人的なところはなくですね、なんかカチッとこうね、なんか方程式に従ったような生き方をして、で常に二択で、自分のこうね、求める方を選んで、でそれで一生終わるみたいな、それがいい生き方なんだみたいなことを疑いもせず淡々とね、生きてらっしゃるっていう方も数多くいらっしゃるのかななんていうふうにも思いましたということですね。まあそうやって生きることがいいことだというふうに感じればですね、まあこちらに関わってですね、そういう考え方を一層ブラッシュアップさせていただくというのもありかなと思うんですけどね。まあ結局はやっぱり居酒屋とかで飲んでてもですね、野球とですね宗教と政治の話は、してはいけないというね、もう禁言がありますので、禁言ですね、禁言があるので、まあそれは的を得てるなとは思うんだけども、まあやっぱり飲んでてね、どれかしらの話にはなるっていうことですね、実態としては。でやっぱりこの禁言というかね、飲んだ席で宗教や野球や政治の話、するもんじゃないっていうふうにもうカチッと考えてる人は、いや俺は無宗教だという宗教だみたいな、イエスでもないノーでもないというね、うまいあのリアクションをする方も、まあこれも複数いらっしゃったかななんて思います。まあそんなことをね、今のちょっと話題になっているこの宗教について、まあ自分の人生でね、この宗教とかっていうことについてなんか関わりがあったのかなって思うと、私がそういうふうに思うような体験をしてきたっていうことをお話しするぐらいですかね。はい、ということで、まあある程度話がまとまったかなと自分では思ってしまったので、これで終わってみたいかなと思います。
ようやくねお薬のなんていうのかな禁断症状じゃないですけどね、離脱症状がですね徐々に和らいできたのかなっていう感じもしますね。1週間経ちましてね。でまあそれは試してみないとわからないけども10日目でまたドーンとですね何か衝撃があるとかっていうことがあるのかもしれないですね。それはちょっと体験してみないとわからないですけどねということです。はい、まあご覧になっていただいている方ね、もし気にかけていただいているようでしたらまあ今日も大丈夫でしたということぐらいですかね。はい、まあねあんまりああいう薬は医者がね勧めるというかね、状況を考えて処方してくださるとはいえ、あんまり依存させるものでもないなっていう感じはしますね。やむなく服用するにしてもですねやはりしょっちゅうですね、そのね心療内科なり精神科に通えるという通院して受診できるっていう状況であればね、まあ、いいのかもしれないですけど物理的にそのお薬がね手に入らなくなる手元になくなるという状況がありえるようなねまあまあありえるようなところではですねあんまりそういう薬に依存するっていうのはそういう面で良くないのかなっていうふうにも思ったりもしております。今ちょっとね豆腐食べちゃったんですけど美味しいですね。ということでまあね話の場のつなぎ方としてということでというかまあいろんな YouTuber が最近出てきたんだけどやっぱりということでとというわけでみたいなね前前置詞前置詞じゃないな何だろう枕言葉みたいなのがありますよね。ビートたけしがね、テレビとかで昔ジャンジャン出てた時にというわけで始まりましたとかって、まあ、あれを皆さん何かしらの影響を受けてるのかなっていう感じもしますけどね。はい、まあまあ、今日は宗教の話をしてしまったんだけども、明日はですね、まあ日にち間違えてたもんですけど本物のビールを飲みながらですねまた何か思いついたことを話してみたいと思います。はい、では皆様今日も一日お疲れ様でございました。あと一日ですねまあお仕事の方もいらっしゃるとは思うんですけどもまあ良い一日でありますようにということあと明日晴れですね十五夜なんで、期待したいと思います。やらねば誰がやるか。